お話が28年ほど前、まあ、約30年前 A さんが小学校に上がる年の2月ぐらいに体験したということなんで、女性なんですけどね、でその年築百数十年っていう古い A さん実家に住んでると。めっちゃ古いですね。すごい歴史があるんですよ、でその実家をリフォームするっていうことになってね、新しい玄関を増設したと、で玄関とつなげてこの土足で入れる土間とかを作ることになったと、なんかあるじゃないですか、あの土っぽいなんか土間みたいなね、ああいうとこを新しく作ることになったと、でこの A さんのお家っていうのはおじいさんのお仕事柄ね、昔から人が来ることがすごく多かったと、である日ですね、その新しく使った土間で新しく応接間も作ったということで、その応接間に置く家具を揃えにおじいさんの知り合いがやってるお店あるんだって、そのお店に、まあ、A さんじいちゃんばあちゃんと一緒に、まあ、その家具を買いに行ったと、でここっていうのはね、ヨーロッパの家具とか、あとそのいわゆる調度品を、まあ、輸入する仕事っていう、なんていうの、輸入、なんていうの、輸入で入ってきたやつの、アンティーク家具、アンティーク家具を販売してるお店だったと、で A さんのおじいさんと同年代の老紳士が、まあ、この店主としていると、で家具見てるとね、なんかこの、おじいちゃんおばあちゃんが家具見てるわけじゃん、で A さん退屈なわけですよ、そしたらこの、老紳士っていうのが、老紳士、老店主っていうのが紅茶とかケーキを出してくれて、ちょっとどうぞみたいな感じで、で A さんケーキ食べながらふと店内見回してたら、カウンターの奥に飾られた一体の人形に目が止まったと、でそれがいわゆるフランス人形で、頭に花の刺繍の入ったボンネットっていうんですかね、なんか小物をかぶってバラの刺繍のドレスを着たちょっとだけ深い色の金髪、でとても澄んだ青い瞳が特徴的なフランス人形がそこにポツンと置いてあったと、でこれちょっと見てるとね、この目にこう吸い込まれそうになる感覚っていうか、ものすごく瞳が澄んでて綺麗であると。で A さんそれまで人形とかぬいぐるみ持ってたんだけど、外国の人形っていうのはこの時代ちょっと珍しかったらしいんですよ、でああ珍しい人形があるなって言って、まあ、ちょっと興味を引いたと。で A さんいつの間にかですね、吸い込まれるように意識でなかったんだけど、いつの間にかカウンターの前に立ってその人形じーっと見てたんだって。そうすると、まあ、家具の注文を終えたっていうおじいちゃんが店主の方に言うんだって、あの家具はもういいんだけど、うちの孫が今こうやって見てるこの人形、これ売り物って聞いたと、で棚の人形じーっと A さん見てるから、まあ、多分欲しいからおじいちゃん買ってあげようと思ったんだよね、でおじいちゃんこの初孫である A さんをとても可愛がってめっちゃ甘かったから、小学校入学のお祝いに買ってあげようっておじいちゃん言ったと、でもおじいちゃんにこれ売り物って尋ねられた店主の方はちょっと困ったように、いやーこれは売り物っていうわけではないんだけどねって言うんだって、で聞いてみると、何でも今は亡きその店主の方の奥さんが昔ヨーロッパに商品の仕入れに行った際に、飲みの市と呼ばれるね、なんていうの闇市じゃないけど、そういう市で亡き奥さんが気に入ってただ同然で譲ってもらったものだと、でおじいちゃん、ああそっか、その亡き奥さんのものなんだったら仕方ないねって諦めたんだけど、その店主の方っていうのが、いやでもここに飾っておいても仕方ないしな、大事にしてくれる人がいるんなら持って行った方がいいかなって言って、結局譲ってくれることになったんだって、で A さんおじいさんと一緒にありがとうございますってお礼を言って人間を受け取ったと。で受け取って帰ろうとしたら、突然おばあちゃんっていうのがね、一緒にその家具見に行ってたおばあちゃんっていうのがパッて入ってきて、ダメ、返しなさいって言い出すと、で店主の方もいや譲るよって言ってくれたのに、なぜかおばあちゃんだけめっちゃ反対すると、でおじいさんも A さんもね、店主の方もみんな戸惑うわけですよ、いや返せ返せって言うから。でもおばあさんは別に理由も言わないで、その店主の方にね、今日のお礼、あの家具をありがとうございましたっていろいろ言った後に、もうこの人形はもう置いてきますから、で私先に車に戻ってますからって言って、一人でつかつかって言って店を出て行ってしまった、でその有無を言わさないような雰囲気に、A さんもちょっと、なんだこれ持ってっちゃダメなのか、でもしぶしぶ手に持った人形をそのお店に置いてったと、でそれから半月ほどした頃らしいんですけど、玄関の部分のリフォーム先ほどするって言ってましたけど、あれが完成したと。で注文していた応接間用の家具っていうのが、注文したやつが届いたと、で業者の方が家具を応接間に運び入れてる時に、不意にですね、おじいさんっていうのが A さんをこうやって手招きしたんだって、で何何って言って A さんがおじいさんに近づいていくと、
後ろ手にねなんか隠してたんですよ。はいって言って渡したのが、あの日 A さんが泣く泣く断念したあのフランス人形だったんです。で、えー、ってこれおばあちゃんが持って行っちゃダメって言ったやつじゃん、うん、ってなったんだけど、その日あの騒動の帰りにですね、うん、A さんとかがおばあちゃんが車に乗った間におじいちゃん実はねその店主の人に妻はああ言ったけど孫が欲しがってるみたいだからよければこれこのまま譲ってほしいと、はあ、で注文した家具と一緒によかったらこの人形フランス人形紛れて内緒でうちの家内にバレないように送ってくれと言ってたと。でその後結局でもその人形が来ちゃったってことは分かっておばあちゃんめちゃめちゃ怒ったんだって。でおじいちゃんとおばあちゃんもうなんで持ってきちゃダメって言ったのにみたいな、いやいいじゃないかみたいなことで喧嘩になったと、うん、でも結局本人がとても気に入ってるし、うん、店主の方にも無理をやりって送ってもらってもまた返すのは失礼だからってことで、うん、おばあちゃんは強引に納得させられてその家にそのフランス人形は来ることになったわけですよ、はいはい、でそれからおかしなことが起こる、まあ起きるでしょう、そう起きなきゃいけないんですけど、うん、起きなきゃいけないんですけどってもおかしいけど、おかしいけどね、その日の夜にね、うん、A さん寝てたらおばあさんに部屋に呼ばれたんだ、うん、でめっちゃ真面目な顔しておばあちゃん言うんだって、目の前に座りなさいって言って、うん、いきなり正座させられたと。なんで正座なんだろう、正座しなさい、これから私が言うことをよく聞いてその言いつけを絶対に守るって約束しなさいっておばあちゃん言うんだと、うん、なんだろうこのおばあちゃんの様子って思ってると、分かったうんってうなずいたら、うん、あの時返しなさいと言った人形をあなたは今持っているね、うん、これからもあの人形を持っていたいなら次のことを必ずすること、何か要求を出す。でおばあちゃんが一つの箱っていうのを出したんですよ、うん、でこの箱っていうのがいわゆる人形一体が入るほどの大きさのショーケースのようなガラスの箱を持ってきた、うん、夜寝る前には人形を必ずこの箱に入れて鍵をかけなさい、うん、で人形で遊ぶのは家でだけでしかダメ、外に持ち出しちゃダメで、遊ぶときは家族がいるときに限る、一、うん、人で要はこの人形で遊んじゃダメだと、うん、外でも持ち出しちゃダメってことを言って、うん、はいじゃあ今おばあちゃんが言ったこと言いなさいって、うん、夜寝る前はこれに入れるとか外に持ってっちゃダメっていうのを復唱させられた、うん、でその話が終わっておばあちゃんに渡された箱を持って2階上がってた A さん、言われた通りに人形を箱にしまって鍵をかけたんですよ。で本当は、ね、気に入ってたから一緒に布団に入れて寝たりしたわけですよ、うんはい、でも言いつけを破ったらこの人形を取り上げられてしまうということで、うん、仕方なくその言いつけを守った、うん、でそれから言いつけ通りに家族が一緒にいるとき、うん、家族の前でだけ人形とわーって遊んで、うんうん、寝るときはそのケースにしまって鍵をかけるということを続けてた、うん、で1週間ほどしたある日ですね、うん、両親と、祖父母が親戚の方に急な不幸があって出かけていたと、うん、でお家には当時まだ結婚前で同居したおばさんと A さんの2人だけになってしまったんですね、はい、でお母さん代わりに台所に立ってなんかこう料理をやってくれておばさんを尻目に A さんですね、一人であの人形と、もう一つの前から持っていた人形、うん、ダメだよ一人で遊んじゃって言われた人形と、まあ、昔からいる人形ね、この2つの人形で、まあ、まあ今で遊んでた、うん、で今で遊んでたら、うん、A さんの記憶が急になくなるんですよ、うん、えってなって次気がついた時には A さんなぜか外にいるんですよ、うん、で家の近くにかかるねちっちゃい橋があるんですけど、うん、そこの橋に川の方を向いて立っていて慌てて外に飛び出してきたおばさんに体を揺すられてたんだって、うん、何やってんの何やってんのみたいな感じ、うん、でこれね今で遊んでいたはずの A さんの姿が見えなくなったから、うん、おばさんが慌てて外に探しに出たと、うん、すると A さんが自宅の前の橋の上に突っ立っててこう手に持っていた、うん、昔から自分が遊んでいた方の人形、うん、愛着ある人形を突然川へ投げ捨てたんだって、うん、でこれおかしいと、うん、明らかにおかしいと思っておばさん慌てて駆け寄って声をかけた、うん、だけど A さん反応もしなくて目の焦点も合ってないんだって、うん、で名前を呼びながら強く体を揺するとようやく張って正気に戻った、うん、で記憶が飛んでいる A さんなんですよ、全くそれ自分で覚えてないんだって、うん、でおばさんから先ほど川に大切にしていた人形を投げてしまったことを聞いて、うん、なんかね昔から本当に自分が好きだった人形なんです、うん、でもう泣いちゃったんだって、うん、でわーわーって悲しくなって泣いたと、うん、で父方の女性にだけ霊感のようなものが A さんの家ってあるらしいんですけど、うん、おばさんもものすごく霊感がある人だから、
A ちゃんがそんなことする子じゃないって分かってるからね、うん、怖かったよね、大丈夫だよって優しく抱きしめて頭を撫でてくれたと、うん、でしばらくして A さん落ち着いて、自分を取り戻したら、うん、おばさんがね、この子しまっておこうねって言って、うん、新しく来たフランス人形をこうおばあさんに渡された箱に入れて封印したと、はい、でその日、そしてまたその日の夜なんですけど、うん、外出していた両親とおじいちゃんおばあちゃんたちが連絡があった、うん、今夜は親戚の家に泊まることになったからっていうことなんですよ、うん、昼間、うん、おばさんと一緒にいる時に人形騒動であんなことがあった A さん、うん、おじいちゃんおばあちゃんって夜帰ってくるかなと思ったら帰ってこないと、うん、いやですね、でもおばさんが一緒にいるから大丈夫かなと思ってたそうなんです、うん、で2人で一緒におばさんと A さん寝てる時に、うん、ある夢を見たと、はい、で夢の中であのフランス人形は出てくるそうです、うん、で A さんに向かってそのフランス人形なんか喋ってるそうなんです、うん、不思議なことにそれは今思うと明らかに日本語ではないんだけど夢の中の A さんはなぜかその言葉っていうのが分かるんだって、うん、で何を言ってるかっていうとこっちに来て一緒に遊ぼう、うん、水遊びしよう、うん、って言ってるんですよ、はい、で A さん言われるままに夢の中で人形に近づいていって人形を抱くと部屋を出るんですって、うん、すると目の前にね突然長い廊下が現れる、うん、でその廊下っていうのは実際あの夢の中だけ家にはない廊下なんですよ、うん、長い廊下があってその廊下の壁にはいくつも絵画がかけられているんですって、うん、でその廊下を進んでいくって何気なくそのね横にかかってる絵画に目をやると、うん、昔の外国の女性の肖像画、うん、まあ、要は女の人の絵がいくつも飾ってある、うん、等間隔で並んでるその絵の長い廊下ってのを人形を持って歩くと、で廊下の奥にはドアがある、うん、でそこを開けるととても広い空間があって、うん、大きなプールがあったそうなんです、うん、でその時に自分が持ってる人形っていうのがまた A さんに向かって言うんです、うん、水遊びしよう、うん、ほら入ろう、うん、人形がいる。で先ほども言ったようにそのフランス人形の吸い込まれるような青い瞳見てるとねなんだかとてもそのプールに入りたい気持ちになってくると、うん、で人形をプールサイドに置いてプールの中に向かってかかってるはしごをプールの中に向かって A さん降りていく、うん、夢の中ですよ、うん、でそのまま水の中に入った A さんが水の中で仰向けになって水面を見ている状態だ。当然ね息苦しいんですよ。水から上がらなければっていう夢の中でも気持ちはあるんですけど、うんうん、なぜかねこのままでいいやと思うんです、うん、苦しいけどこのままでいいやって夢の中でそういう感じになってる。そんな感じになってたら耳元でね何々ちゃん A ちゃん A ちゃんって声が聞こえた、うんうん、でその声が聞こえた瞬間にその A さんの両脇に誰かの手がグッと差し込まれた感覚がすると、うん、一気にバッて水面から引き上げられてた、うん、でこれ夢だと思ってたら実際に水に顔をつけてたってことなんですけど、めちゃめちゃ苦しくてもう心臓が激しく鼓動を打って今にも死にそうだったっていうのは分かる、うん、必死に呼吸していた A さんの目に入ってきたのは泣きそうな顔をしているおばさんの顔、うん、で A さんがそういうふうにこうやって顔をつけてたのはプールでも何でもなくて自分の自宅のお風呂場でそれをやってた、うん、でこれは A さんが後に大きくなってからおばさんから聞いたらしいんですけど、霊感体質のおばさんはねいつも良くないことなどを前もって夢で見るそうなんですよ、うん、でいわゆる予知夢を見るっていうことがあったそうなんですけど、うんうん、A さんと同じ布団で寝た後に、うん、夢の中であのフランス人形を持った A さんがプールの中に入っていく夢を見た、うん、だから A さんが見てた夢と一緒の夢をおばさんも見てるんでね、うん、でそこでおばさんパッと目覚ましてもうこれ多分何か良くないことがあると思って水に関係するところっていうことで風呂場のところに行ったら A さんがまあ風呂場の水面に水をつけていたと、うん、で明かりをつけて風呂場を開けると浴槽に沈んでる A さんがいたから、で浴槽の縁にはあのフランス人形が佇んでるよ、うん、置いてあったんだって、うん、でおばさんは人形を掴んで風呂場の外に投げ捨てて、うん、急いで A さんを助けた、うん、で A さん着替えさせて落ち着かせた後にすぐにもうおばあちゃんに連絡して、うん、で昔からおばあちゃんがね懇意していた地元の神社の神主の方がいるんですけど、うん、そこに来てもらったと、うん、でその神主の方一目も人形を見ただけで、あこれはダメですね、うん、すぐにこちらで引き取ってお焚き上げをします、うん、っていうことだったそうなんですよ。で
A さんの家の女性の中ですもですね、特に霊感の強いおばあさんは、うん、なんであの時人形を持っていっちゃダメだって固くなに言ったかというと、うんうん、あの日家具を見に行った先でね、 A さんが譲られた人形を見た瞬間にもう直感で良くないものだということが分かったから返しなさいと言ったと、うんうん、でもその後おじいちゃんが店主の方に頼んで結局家に来てしまったと、はい、でどうにかしたい A さんからこの人形を離すために考えた方法っていうのが、徐々に良くないものというか力のようなものを弱めていきたいから、うん、あのケース、ガラス張りになっていたケースって実は裏にお札が貼ってあったらしいんですよ、うんうんうん、あれに入れることによって夜人形が動くことを防いだ、うん、で人形の力みたいなものを弱めた、うん、で A さんと人形を2人にしないためには遊ぶのも家族の前でだけってしたのも、2人で遊んでると周りに誰もいないと人形に引っ張られてしまう可能性があるかと、うんうんうん、で A さんがフランス人形と前から持っていた方の人形、うん、2つの人形で遊んでいた時に自分が元から持っていた片方の人形を川に投げ捨てたという行動があったと思うんですけど、あれもフランス人形が自分以外の邪魔者を排除するために A さんにやらせたんじゃないかな、そういう推測がね成り立つと、うん、でこれもっと大人になった時に A さんがおばあさんから聞いた話らしいんですけど、うん、家具のお店の店主の方の奥さんね、うん、自宅のお風呂場の浴槽で実は亡くなられたそうなんです、うん、家の中で亡くなられたそうなんですけど、うん、まあ、いわゆる溺死ですよね、うん、だけどその亡くなった時にですね、フランス人形が置いてあったそうなんですよ、うん、なぜ奥さんが亡くなった近くにその人形があって、でその人形をさらにその後もずっと大事にするようにお店に置いてあったのか、うん、まあ、ちょっとその真意っていうのはわからないんだけど、うん、でもあの時の A さんっていうのはすでにあのフランス人形になんか囚われてしまっていたのかもしれないと、うん、で A さん大人になってからですね、おじいさんと長年付き合いのあったその店主の方ですね、はい、でご夫婦で写った写真を見る機会があったらしいんですよ、うん、そこに写っていたなんていうのかな、家具店の店主の奥さんの中、うん、溺死した奥さんの顔を見て、うん、A さんあって思い出したことだったと、うん、夢で見た時に長い廊下があって、うん、その廊下に肖像画みたいなものがかかってたって言いましたよね、等間隔でいろんな女性が、書いてあった、うん、全員違う人なんですけど、うん、その中の書いてあった肖像画の顔にそっくりだったらしいんですよ、うん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 、だからなんとなくそこで思ったのは、あの夢の中で見た廊下の中の肖像画っていうのは、うん、あの人形に関わって亡くなった人の絵っていうのが飾られていたんじゃないかなみたいな、もしだから自分があそこで亡くなったら、あの絵画の一つに自分がもしかしたら入ってしまったんじゃないかって、だからそういうことを考えると、あの時おばと一緒によかったと、でよくわからない人形には何か魂が宿ってるんですねっていう、かなり長編なんですけどお話いただきました、ありがとうございます。なるほど、まあ、A さんという男性の体験談で、高校生の頃にですね、まあ、ちょっと家庭の事情で A さんという男性ね、茨城県、あ、茨城か、茨城って言っちゃダメなんだよね、茨城県の古河市っていうところに、まあ、住んでいた。ウィングの元社長ですか？いや、それ茨城清だから、それはね、松永光弘とかレザーフェイスとかあの辺を使ってウィングっていう団体立ち上げたけど、給料未払いになって問題になったんだから、茨城清は。YouTube チャンネルもやってるけど関係ねえやろそれ。なんか俺が言ったのが悪いねんけど、なんかプロレスね、昔のプロレスマニアなんで つい出てしまいましたけども、まあ、そこに住んでいたと、はい、でね、あの高校生ぐらいになってくるとアルバイトだとかいろいろあると思うんですけど、はいはいはい、その A さんがやっていたのが、はい、山林が多くあるからカブトムシクワガタがめちゃめちゃ取る。いいですね。で取ってさ、高校生ぐらいだともう、うん、この飼うとかじゃなくて、うん、養殖場みたいなところに売るんだって、と、まあ買ってくれる、はい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 、で、まあ16、7だからもうそんなね、もうどん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 取って売ってた、うん、はい、で、それ A さんね、ちょいまあやんちゃ系なんですよ、はいはい、いわゆる不良っぽいんで、うん、友達とかとね、数人で一緒に家の前とかも取って、うん、売ってを繰り返していって、うん、もう茨城じゃないと、うん、もう徐々にもう栃木の方までこう範囲を広げていったわけですよ、うんうん、取る範囲どんどん広げていって、まあ、たくさん売ろうぜみたいな感じになっていて、ではある時に、まあ、今まで行ったことがないとこ行こうっていう範囲広げてる中で A さんが
B さん、C さん、D さん、まあ、全男の子なんですけど、うん、不良系のやんちゃ系の子でね、まあ、今日行くぜって言って、原付きで行ったんですって、うん、いろんなとこバーって探ってって、うん、うわ、取れるなーって言って取って、どん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 奥行ったら、さら地みたいなところが山林の中に出てきた。うん、テニスコート、4面分ぐらいの広さのさら地なんだって。うんうん、そのさら地に有刺鉄線が、あたりを覆っている。うん、で、その真ん中に、リングがあって、ウィングの話じゃないか、それはお前。昔に、デスマッチをね、松坂光弘が後楽園ホールの、バルコニーから飛び降りたら有名なウィングの話じゃないか、それは。違うんですか？違いますよ。リングはないんです。リングはなかった。あのね、縦穴式住居、みたいな倉庫があったんだって。倉庫？そう。なるほど。見た目が縦穴みたいなね。そうそう。蔵なのか、倉庫なのか、はいはいはい、っていうのがポツンって立ってるんだって、うん。で、外付けの階段っていうのがついてて、うん、その倉庫の2階に、うん、まあ行けるようになってて、木でできたようなドアみたいなのがある、うん。なんでこれをこんな鉄線で覆うんだみたいな、うんね。意味わかんねえな。気持ち悪いなとか言いながらも、まあ、その頃のさ、高校生ですよ、ちょっと。まあ、これ本人が時効だっておっしゃったから言いますけど、ちょっと一服しようぜ、みたいな。まあまあまあ。ね、まあまあ、原付止めて、じゃああの倉庫のさ、あれ2階行って、はい、みんなでその中に入って一服しようって、はい。じゃあ行こうぜって言ったら、この階段登って行って、はい、2階にその木製のドアっていうのを開ける、はい。夕方前の時間だったらしいんですけど、めちゃめちゃ中暗いんだって、うん。明かりも入ってこないから真っ暗だ。はい、うわ、暗いなぁ。まあいいや、でも、タバコ吸うだけだからって言って、うん、4人が一斉にライターつけたら、うわっ！あたり見てびっくりしたの。あたり一面、部屋中、全部お札が貼られてる。うわ、怖っ。うわぁ、何これってなって、ぼんやりとさ、ライター近づけるとさ、こう、なんとなくわかるじゃん。なんて文字書いてあるんだろうって見たら、全部同じお札で、うん、悪性退散って書いてある。そう、悪い星が去るようにみたいな、で、なんかこの言葉自体っていうのが、なんかこの昔って立春が、新年の始まりだってされてて、うん、で、その前日の節分っていうのが、うん、昔の暦で言うと節分が大晦日だったと、うん、で、この、節分の日にね、うん、いいものが来て悪いものが去るようにっていうことで、うん、福は内鬼は外みたいな言葉の意味合いで、うん、前世傀儡、うん、いい星がみんなに来るって書くんだけど、うん、前世傀儡ね、うん、でそれとともに悪性退散っていう言葉もあったと、うん、悪い星が私たちのところから去るように、うん、だからそういう悪いものをどっかにやりたいっていう気持ちの札みたいのがバーって貼ってある、うん、気持ち悪いなと思ったんだけど、うん、その中の一人の B 君っていうのが、うん、なんだこんなもんっつって、うん、ビビってんのかみたいな、全然俺ビビってねえからっつって、ば、剥がし出しちゃったんですよね、お札って言うと、いや全然大丈夫だからって言って、でそれ A さんとかも、 A さん自身は霊感になる人なんですよ、だからあちょっとまずいなと思ったけど、ここでいやちょっとやめろよ怖いじゃないかとか言うと、うん、いや A ビビってんじゃんかって言われるから、まあ見てた、ああお前やるじゃねえかよみたいな感じ、どん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 剥がしてるけど、まあ、ちょっとみんな怖くなってきたんでね、だからいやもうちょっとこの辺にしてタバコ吸うよとかもう帰ろうわ、うん、帰ろうわって、帰ろうわ、ちょいちょいなんか怪しいところに結構ありましたよ。でも帰ろうわって書いてあったんだもん、それ書いてあった、書いてあった、謝った方がいいです、書いてないでしょ、ごめんね。カメラやん、ね、そうそう、本当に謝るの全部変ですよ、そうそう、そう帰ろうってなって、でまあ原付に乗って、まあ行動、まあそのいわゆるバーってみんな縦一列で走ってたらしいんですけど、そのうちね、A さんの前を走ってたのが、さっきお札を剥がした B 君なんです。その B 君に、無数の人影のようなものが覆いかぶさって、そのハンドルっていうのを握ろうとしてる様っていうのが A さんパッと見たら見えたの。うわっ、これ B 君危ないって言おうとしたら、B 君が原付きバーンって転倒した。で、大丈夫かって言ってみんなで行ってみたら、その、まあ、一面は大丈夫なんですよ。あの、重傷っていうことで、足から骨が見えていた。うわ、大変だった。え、そんなこけたの？そう。ガーンっつって。だから多分なんかよくわからないものに、だから段差もないのに急にこけたから、あれおかしいなと思いつつも、うん、まあ、救急車運ばれてっていうことだったんだけど、うん、で、それ以来ね、その、B 君、別に何かがあったわけではないんですよ。うん、で、うん、そこから、この話っていうのは A さん自身がちょっとやんちゃ系だったっていうこともありまして、うんうん、界隈ってものすごく広まるわけですよ。はい、で、その中で、
同じようなところにね、乃木の廃病院っていう心霊スポットがあるらしいんですけど、それとともにこのお札の家っていうのがものすごくその近辺あたりで有名になって、なんかまあみんなが夏になると行こうぜみたいな一大心霊スポットになってしまった。で、 A さんこのことをきっかけでね、もうそこ行かなきゃいいじゃん。だけど、いや俺実はあれ行ってお札さ、でも友達が剥がしたりとかいろいろあったんだよとか周りに話して、何回かその後も遊びというかで行ってしまったことがあるらしいんです。で、本人曰く、あれは調子に乗ってた時期でしたみたいなことをおっしゃるんだけど、ある時その B 君の転倒事件があってからも、また A さんそこに行ったと。で、その行った時っていうのは、男性3人、女性3人で肝試し感覚で行きましょう。で、そのお札の家の近くで、まあ、みんなで集まって、今から男1、女1でカップルを作る。3組のカップルを作って、1組が入って、そのお札の家の中に入る。で、10分間経ったら戻ってくる。で、次に2組目が行く。で、10分間での繰り返しで、みんなで3組のカップルが全部10分間滞在して、戻ってきた後に、みんな何があったみたいな、ちょっとこう話し合うみたいな、肝試しをしようということになったと。で、その時に3組のカップルやったんだって、それを10分、10分、10分やって戻ってきたら、これ珍しいっていうか非常にあんまり僕聞かなかったパターンなんですけど、みんなお化け見てるんです。全員。見てんの。1組目のカップルも見てる。で、2組も当然見てるんだけど、見てるものっていうのが、みんな口を揃えて言うのが、女の子が、その家の中で泣いてる女の子を見た。シク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 泣いてる女の子 A さんも見たし、まあ他のみんなも見てる。だけど一人だけ泣いてる女の子じゃないものを見た人がある。その人っていうのが B 君なんですよ。昔そこでのお札を剥がして転倒してこけちゃった B 君っていうのは、女の子は見たけど、その女の子は泣いていなくて笑ってたっていう。笑ってる女の子が B 君がその家に入ったらスーッって近づいてきて、自分の近くまで来たと思ったら、お札を剥がしてくれてありがとうって言った。うわってすっげえびっくりしたけど、まあ、10分間そこにいなきゃいけないということで、女の子がすぐ消えたから、そこで B 君頑張ってね、女の子と一緒にその時間過ごした。で戻ってきて、いやこれ実は俺だけこんな風だったんだよみたいな、B お前そんなんだったんだみたいな話して、でこの時ここから少し経ってから、B 君自身が声帯をおかしくしたのか、声を失ってしまったらしいです。で、それとともに生気を失っていって、数年後には、B 君自身が亡くなるってことになってしまったんですよ。だからあの時に行った中で A さんだけが霊感を持っていたんだけど、他の霊感を持ってなかった B 君、だけどお札を剥がしてしまったがために謎の女性みたいなものに転倒させられた上に、そしてゆくゆくは命を取られるような結果になったんではないかなと思われると。で、このお札の家っていうのはですね、心霊スポットとして非常にこの、まあ、みんなの会話で有名になったらしくて、なんかあなたの知らない世界とか、その辺の番組でも取り上げられたことがあると。で、自分の好奇心みたいなものへ行った場所でね、なんか自分の親友がそういうことになってしまったっていうお話をいただきました。はい。N さんがね、はい、その九州の地方都市に住んでますと、はい、私は、はい、でその今から20年前だから、はい、その N さんが二十歳ぐらいの時だから、僕らと同年代なんですよ、はいはいはい、この方が二十歳ぐらいの時に、はい、自分が夫と住むマンションを探そうってことになって、はい、でも共働きだと、はい、まあ、20代でそんなのお金もない、いろいろ探してたら、まあ、とあるマンションが見つかったと、で、7階建てのマンションで空いてる部屋が最上階であると、で、駅まで徒歩7分ぐらい、で家賃が格安であると、これは良いではないかっていうことで、でもなんかそういうのって大体あるじゃん、なんかが、まあまあまあね、そんな条件だととか別に思わなかったんだって、はい、お金もないがじゃあそこに入りましょうっていうことで入った、でそこっていうのがですね、ちょっと僕も初めてこの言葉を聞いたんですけど、分譲賃貸のマンションらしいんですよ。もともと分譲で作ったマンションなんだけど、それがなんか今は賃貸になってるみたいなタイプのマンションなんで、はいはい、20代のこの N さん夫婦の周りは20代はあんまいないんだって、どっちかっていうと年をとお年召した方が入ってると、はいはいはい、でそういう人たちってなんか新しく入ってきたものを排他的にするんじゃなくて、すごく優しいんです、本当いろいろ物くれたりとかするから、
あ、安くてなんかちょっと大丈夫かなと思ったけどめっちゃいいとこだわ、うんうん、って思ってたけど一つだけちょっと嫌だなと思うことがあった、うんうん、それっていうのが N さん曰くですよ、うん、N さんは心霊現象に対してもすごくポジティブに捉える方なので、うん、まあ要はみんなが言うには多分ラップ音だと、うん、ドンバーンとかが、うんまあ、すっごい音するんですって、うん、だけど N さんはいやこれは矢なりだと思ってる、はい、そしてその旦那さんの方も全く心霊を信じてないんですよ、うんうんうん、だからいやいやもうこんなん矢なりだから、うん、全然大丈夫だからって言って二、うん、人で、まあ、その住んでいくことになるわけです、うん、である時に旦那さんが出張に行かれるっていうことで、はい、この N さんっていうのは、まあ、久しぶりに家に一人でいると、うんうん、じゃあちょっと息抜きしようということで、うん夜更かしをされたと。ないですね、午前4時ぐらいまでなんか映画かなんか見てたらしいです、うんうん、でああ結構見てもうこんな時間かってそろそろ寝ようかなと思ったら、うん、その壁の横が非常階段があるんですけど、うん、その非常階段をコツ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 って登ってくるような音が聞こえたんです、うん、あここにもう住んで1ヶ月ぐらい経つけどこんな音するの初めて聞いたなと、うん、で午前4時でこんな音するのと思ったけどまあでも新聞配達の人とかが1回エレベーターで一番上まで上がって降りながら順番に投函するっていうパターン、うん、多分そんなんだろうなと思った。だからそれを考えたら あ別に怖いことも別にないわと思った瞬間に自分の玄関に自分の玄関ドアね、うん、玄関ドアの新聞を投函するんで入れてる銀のあれ、うんうんうん、あるじゃないですか。あそこがパカ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 言い出したんだ、うわってなって、ああこれ絶対人がやってると思ったんだけど、はいはいはい、何ですかっていけないじゃん、うんうん、だからリビングにいるところからそのパカパカなる様子だけが見えるのよ、うん、ずっとやってんだってしかもそれがで5分ぐらいずっとやってるから、うん、これどうしたらいいんだろう、今すぐちょっと出張中の夫に電話をしたい、うん、だけど今4時20分とか午前、うんうんうん、電話してもどうにもなんないかなと思ってなんか毛布をかぶってると震えてたんだって、はい、でその音がしなくなったからあもう大丈夫だと思って旦那さんに電話をしたら、はい、まあこの時間だけど出てくれた、うんうん、だけどもう眠いから若干ちょっと不機嫌なんですって、うん、ないなんだよねえよそんなことって、うん、勘違いだろ、はいはいはい、大丈夫だ霊とかそういうのじゃないからって言って、うん、ああ分かったって言って電話を切ったと、うん、でその一件があってから今までは矢なりだって言った音とかが、うん、N さんはめちゃくちゃ怖くなってきたんだって、うん、あんなパカパカの件があったから今までのミシピシとかもなんか霊とか良くないものの仕業なんじゃないかってすごく不安だったと、うん、だけどそのタイミングで自分が N さんが勤めてる、まあ、職場があった、うん、そのパートの職場の同僚の方っていうのが、まあ、実家がこの N さんが住んでるマンションの近くがご実家だと、うんうんうん、あのマンションのこともしかしたらなんか知ってんじゃないかなと思って、うん、ちょっと聞いてみたんだって、うん、あのうちあそこのねどこどこのマンションの最上階に住んでるんだけどなんか地元でこういう噂なんかあのマンションってあったって聞いたら、うんうんうん、その同僚の人っていうのがえあんなとこ住んでんのって驚くんだって、うん、えもしかしてなんかあったって言ったら、うん、いやあのマンションっていうのは1階に数年前に1階に住んでた女性っていうのが育児ノイローゼになってしまって非常階段っていうのを1階からバーって行って上がってって7階の非常階段のところから飛び降りてるんだよ、そういう物件なんだよって言われて自分の N さんが住んでるマンションの部屋っていうのが非常階段の横である、あそこでそんなことがあったんだと思って、でその同僚の人ってもあそこ良くないからもう引っ越しした方がいいよ、無茶言うね、そうなの、いや言われるけどもいや無茶やって住んだばっかだし、そしてお金もないと、うん、でそれ旦那さんにもねそのことっていうの話したんだって、はい、いやうちのマンションねこの前パカパカもあったし、うん、このミシミシとか言うじゃんって言って、うん、あの横からねこの横のところで飛び降りとかがあったらしいからっつった、でもいやいや実害ないじゃん、別に音するぐらいでしょ、うん、大丈夫だよって旦那さんは、まあ、その引っ越すシステムを見せないから、はい、ああまあまあそうかじゃあ我慢しようと思って、うん、だけどそういうねミシとかピシとかが旦那さんいない時とかも N さん怒るから、うん、怖いっていうよりもちょっとムカついてきたんだって、もうこれは私がちょっと戦う姿勢を見せるしかないと、で幽霊イコール汚い部屋とかなんか気が溜まった部屋に現れるっていうから、うん、部屋を隅々まで掃除しよう、うん、しっかり掃除した上に部屋とかになんか森状とかを置いて自分なりに幽霊と戦う術みたいのを見せていたと、でそんな日々を送っているうちに N さんと旦那さんの間に子供が生まれます、うん、3人の子だからに恵まれるんです、うん、でそのこの3人の子供っていうのがある日ですね、3人同時にインフルエンザでもない高熱を出したことがあったんですって、うん、
で、大体上の子がなって次下の子がなってとか言ってさ、移ってく順番、うん、風邪とかって。だけど3人同時に同じ日に熱を出した、うん、で高熱で上がって収まる気配が全くない、うんうん、でこれどうしようってことでもう入院させよう、うん、3人のお子さん入院して、で N さんもそれに付き添うように、まあ、その病院に行くようになる、うん、で旦那さんが当然そうなってしまうとそのマンションに1人で過ごすことになるんですけど、うん、このもう、お子さんが3人生まれた時点でこのマンションに住んでからもう8年経過してるんですけど、うんうんうん、8年間心霊現象を何とも思ってなかった、うん、怖いとも思わなかった旦那さんが初めて怪奇現象に見舞われるんです。お子さんが入院してる、自分の嫁もそこに行っている、うん、その日自分は1人だと、うん、マンションに帰ってきたんですって。24時ぐらい残業終わって帰ってきたと。エレベーターで7階まで上がる、いつもチーンって開いて、まあ、右側に行くと自分の部屋があるらしいんですけど、チーンって開いて右側に行こうと思って歩いてる時に霊感が全くない旦那さんなんだけど、後ろがなんか気持ち悪いなと思ったらしいんですよ、うん、パッと後ろ振り向いてみたら、うんうん、遠く30メートルぐらい奥の方の直線の奥の方に女性がいると、うん、女性がぼんやりと立っていると分かったんだけど、と同時にんって思ったら上半身しかないんだって、うん、上半身しかない女性が30メートル先にいる。あ、俺見ちゃったと思ったら、その女性っていうのがスーってこっちに近づいてきた、うんうん、うわこれやばいと思って旦那さんバーって走って自分の家の玄関開けて中に入るんだけど、まあ、幽霊ですからってもおかしいけど、もう当然鍵とか関係ないから中入ってくんだって、うんうん、で入ってきて入ってきたのも旦那さん見て、うわ本当に入ってきたと思ったら、その上半身だけの女性っていうのが自分に襲いかかってきた。でここからがすごく変わってるんですけど、取っ組み合いになったって言うんですよ。旦那さん曰く幽霊がこっちなんていうの、もう肉体を、うん、なんていうの、掴み合ってる感覚、触れられたんです。で女性っていうのが首を絞めようとしてくるうん、うん、だけど旦那さんっていうのももう結構ガタイが良くて腕っぷし強かったんで、うん、うわってなってる時に、多分うちの子供3人が熱とか出してるのはこいつのせいだって思ってものすごくムカついてきたんですって、うんうんうん、で掴みかかってきたその女性っていうのをこうねじ伏せて、うん、あろうことがベランダまで持って行って、うんうん、ベランダから外に投げ捨てたんですよ。ポーンって捨てたと、うん、でまあそれで消えていったらしいんですけども、うん、その今こんなことがあったんだよっていう電話を旦那さんはすぐ病院にいる奥さんである N さんにかけてきたんだって、はいはいはい、で N さんは当然電話出てね、うん、旦那さんどうしたのって言ったら、いや幽霊が出て今取っ組み合って、うん、外投げ捨ててやったわって、うんうん、何を言ってるんだ確かに、いやちょっと大丈夫って言ったけど、はいはいはい、でも全く心霊のことを信じもしない旦那がこんなことをすごい剣幕で言うから、うんうん、え、まあいいわ分かった、ちょっととりあえずじゃあ明日ね、あのいろいろ聞くからって言ってなだめたと。だけどその件があってからその3人の子供の熱はスーッて引いたんだ、うん、すぐ退院できるようになったから、 N さんの中で、ああの旦那が言ったこととにあながち嘘ではなかったのかなと思った、うん、だけど幽霊は外に投げ捨てられただけだから原因は収まってないんですよ、うん、その後も N さんと旦那さん、お子さんが暮らしてる家ではそのどん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 やなりみたいなものとか、うん、金縛りだったりポルサーガイストみたいなものもあると。でお祓いの人を呼びましょうって言ってネットで調べたお祓いの人に来てもらったんだけど、まあ数珠が飛んだりとかお札貼ったけど効果がないとか、で最終的に私無理です、うん、私では無理ですって。なんで無理かっていうと、この部屋っていうのは霊道がまずがっつり通ってる、うん、霊道ががっつり通ってる上に自殺した女性の霊っていうかここにいるから、うんうん、たくさんの霊を呼んでしまってる、もともと通るところにそういう存在がいるから私ではここは払いませんよってなって、うん、でこの件っていうのに N さんも N さんの旦那さんも実際体験したから、うん、マンションの管理の方に、まあ、その不動産通して連絡していろいろ聞いたと、うん、で、ここで住んでて、まあ、こういうことがあったんですって言ったら、ああなるほどと。で今までこの部屋もね N さんたちが借りる前何人もの人に貸してるけど半年もたずにみんな出て行ってるんですと、うん、でここに9年間も住んでくれた人っていうのは初めてだからまあいろいろあったかもしれないですけどよかったらこのマンション買いませんかって言われた、うん、買うかっつって、うん、そんなことできるわけないでしょって言った上でそのいろいろね今後賃貸とかでここを残すんだったらちゃんとお払いとかしなきゃダメですよってこともお伝えしたそうなんです、うんうんはい、で N さんっていうのはこの今回の件っていうのをまあ、一つの教訓とした、うん、一つっていうのがマンション事故物件であっても共用部からの事故であったらそれっていうのは告知する義務がない、うん、不動産も聞かなければそういうのは教えてくれないということが一つ分かったと、はい、そして幽霊とかはあるかもしれない、うん、だけど
N さん夫婦は若いくてお金がなくてそこを出ることができなかった、うんうん、そしてその上で戦ったと、うん、貧乏とあと子供を思うお父さん、うん、お母さんの気持ちっていうのはどんな悪霊にも勝るんだなっていうことを学んだとおっしゃってます、うんうん、で、まあ、DM でいただいたんですけどこのマンションっていうのは今も実際あるそうです。でそしてそこに今人が住んでるかどうかは分からないですけど詳しい場所もお伝えすることができるのでもし興味があったらそのマンションの住所場所もお伝えすることができますんでよかったら検討してみてくださいってことを投稿でいただきました。なるほど、ありがとうございます。まあ、A さんという男性30代の方からいただきました、はい、で A さんが営んでるというか就職働いてるお仕事が、はい、中古車販売みたいな、うんうん、中古車売ったり買ったりでなんか新車も扱ったりするよみたいなお店が、まあ、まあ車屋さんですね。車屋さんでね、はいはい、お働きになってると、はい、で働いてるその職場でね、うん、まあ、今日も勤務だってなった時にお客様いらっしゃったと、うん、50代ぐらいの紳士っぽい、まあ、男性、うん、ジェントルマンみたいな、うん、で30代ぐらいのちょっときらびやかな女性、うん、まあ、まあ多分ご夫婦なんだろうなとかだが、うん、今乗ってる車をちょっと売って新しいのを買いたいんだけどっていうことでお店に来た、うん、で、まあ、接客は店長が対応して、うん、まあ、A さんはじゃあお茶菓子かなんか出そうかなみたいな、うん、でいろいろ準備してる時にその店長がねこのそのお二人と喋ってる時に、うん、このお店の外に、歩道があって、まあ、後ろ植え込みがあって後ろが車道なんですけどその歩道に女の子が一人立ってる、うん、でこの女の子っていうのが 3,4 歳くらいで白と茶色のワンピースを着ていて髪二つ結びにしてる女の子が立ってるんだって、うん、ああ多分今来てるご夫婦の、まあ、娘さんなんだって、うん、でまあ、お店入る前にちょっと私外で遊んでる的な感じでいるんだろう、うん、まあ、でもちょっと道路出ちゃうと危ないから、うん、ちょっと声かけ行こうということで A さんお店を出てその女の子の近くに来て女の子に目線合わせるようにこうやって座ってね、うん、あパパとママと今日は来たのって声をかけたら、うん、その女の子っていうのが A さんの顔を見てねうーんって首振って、うんうん、あの人はママじゃないって言うんだって、うんうん、でその時にああ多分 A さんねあの50代ぐらいのさっきのお客さんというのはシングルファーザーなんだと思ったと、うんうん、で新しい、まあ、お母さんというかを、ね、はいはいはい、あの今度この子ママだよみたいな言ってるけど、うん、多分まだその反りが合わずにうまくいってないんだなってことを感じた、うん、なんでそう感じたかというと A さん自身がその当時ですねシングルマザーの方と付き合い、はい、お付き合いしていて、はいはい、その向こうの方のねお子さんに自分が馴染んでもらえないっていう経験があったそうなんです。ハマってなかったよね。そう、うん、だからああそういうのあるよねこういうの、うん、でこういう時ってどういう言葉かけたらいいんだろうっていうことでちょっと悩んだらしいんです、うん、でその時にその女の子っていうのが A さんの方また見てねパパはおまぬけさんだから私が守ってあげるの、うん、ってことを言ったと、うん、んパパはおまぬけさんってどういうことって言ったらうちのパパは何かあったらちょっとミスしたりとか誰もができるようなところちょっとつまずいたりするから、うん、私が守ってあげてるのって言ったの、うん、でその時にあお父さんとこの女の子の深い関係性は分かんないけども、うん、すっごく愛し合ってる親子なんだなってことが伝わったんですって。だからあいいなと思ってまあでもここにいるとねちょっとあの事故とかあっちゃうかもしれないからお店の中に戻ろうよって言ってちょっと後ろをパッて振り向いたら、うん、先ほどまでいた女の子がいなくなっていると。あれ今ちょっと目を離しただけにいない、うん、あれちょっとこれ自分の責任かなちょっとでも道路もいないしなっていろいろいろんなとこ探したけどいなかった。でお店に戻ってちょっと今接客してる50代その30代、うん、先ほどのご夫婦にちょっと一声かけようかなと思った時に、はいはいはい、そうだ俺今霊感スイッチみたいなものがオンになってるってことに A さん気づいたらしいんですよ。もともと A さんって霊感がある方で、うんうん、でそのノブがね霊感スイッチでオンオフって言葉をたまに言うじゃないですか、はい、それが自分でもできる方だったんだって、うん、で見たい時はオンに見たい時はというか基本的にオフにしてるんだけどそのスイッチが壊れてんのかたまに勝手にオンになったりする時があったらしいんですよ、はい、でたまたまその時女の子を見失ったタイミングであ俺今オンになっちゃってたってことに気づいたらしいんですよ、はいはいはい、だからあれもしかして今の子と思いつつ、まあ、店内に入っていった、うん、そしたら接客していた店長っていうのがその A さんの慌てた様子見ておん なんだちょっと慌てた顔してってでそこで店長にああの実はって言って表にいるあの女の子がどうこうどうこうって話をしてたらその接客をしていた30代の女性の方っていうのが女の子何それ気持ち悪いこと言わないでよって激高し始めたと。
で、いやいや、ちょっと待って、A さんもちょっと慌てながらね、うん、いやいや、今ここで、あそこにいた女の子がっていう話をしたら、もうその 奥さんとおぼしき女性がすごい激高し始めると。うん、で、店長も、A さんも、じゃあとりあえず謝りましょうって、うん、ごめんなさい、ごめんなさいって謝ってるんだけど、A さんの中では、あの女の子の言っていた言葉、パパはおまぬけさんだから私が守ってあげるのって言葉をどうしても今ここにいる男性、50代のこの男性に伝えないといけないっていう、なんか義務感のようなものに急に駆られたんですって。あ、これは教えてあげた方がいいな、みたいな。で、店長がその奥さんに謝ってる横で、その旦那さんのところに、すいませんって言って、ちょっとだけ席外してもらって、うん、実は、あそこで女の子、これこれこういう格好した3、4歳くらいの女の子が見えて、これこれこういう言葉、パパはおまぬけさんだから、くだり全部話したんです。そしたら、はっとした顔になって、もう泣き出しそうな顔になって、うん、その激高してる奥さんの近くにいて、もうやめなさいって言って止めて、お騒がせしました。今日はちょっとこの場失礼させていただきますって言って、ご夫婦は帰ってきた。で、そこから1ヶ月ぐらい経った時に、A さんがそのお店で勤めている時に、その1ヶ月前に来たその男性一人でやってきて、菓子折りを持ってきて、店長と A さんを呼び出して、先日1ヶ月前にその女の子が、うん、外にいるとかで、あの時妻が大きな声を出して、はいはい、すごくご迷惑をおかけしましたっていうことで、お菓子を持って謝りに来たんです。で、その時にまあそんなにしてもらわなくてもと思ったんだけど、その時に男性が話した内容っていうのが、実はって言い出して、その方今から10年ほど前に自分の奥さんとお子さんっていうのを、ひき逃げで、亡くされていると。で、そこから自分の中の人生の明かりっていうものがパタッと消えてしまって、自暴自棄になってしまったと。もう俺の人生これで終わったって思ってたんだけど、周りの人間からね、またその亡くなった家族たちのためにも、暗い人生を送らないで、次の人生歩みなよ、頑張りなよってことで、ちょっと自分を奮い立たせて、新しい出会いを探していたと。はいはい、そしたら、自分が通っている、まあ、クラブというか、バーのママからですね、一人の女性を紹介された。その女性っていうのが、この前、このお店に来た時に横にいた30代の女性であった。私たち、まだ結婚はしてないんですと。ゆくゆくは結婚しようと。で、向こうからもすごいアプローチが強かったんで、結婚、この人と歩んでいこう。そのための第一歩として、今までの車をやめて、新しいのを買うために来ていたんですっていうことだよね。なるほど。で、その時に、奥さんが、何？女の子が見えるって、あなたの前の、亡くなった女の子じゃないの？みたいな。気持ち悪いみたいなこと言われたんだって。で、それに対して、いくら亡くなってるとはいえ、自分のね、亡くなったマナ娘を、気持ち悪いって言われたことが、この方はすごく腹立ったっていうことで、もうそこで別れよう、即座に言って、もう別れた。だけど、これ、バーのママから紹介してもらうというか、若干気まずいわけですよ。まあまあまあね、で、そのお店に行った時に、ね、そのバーのママに、いや、紹介してくれた女の子いたと思うんだけど、ごめん、ちょっと俺のいろいろあって、別れちゃったんだ。言ったら、意外とバーのママっていうのが、いや、そんな謝んないで、逆に私の方が謝んなきゃいけなかったのよって言い出したの。はあ、で、どういうことって言ったら、あ、知らないって。別れたね。別れたっていうか、その激しいことを言って、もう適当だったその女の人っていうのは、結婚詐欺で後々ですね、新聞とか、テレビとかでも取り上げられるような、結婚詐欺の常習者みたいな、犯罪者みたいな人で、それを知らずに紹介してしまっていたと。だから、あのまま、もし付き合ったり結婚したりしていれば大変なことになったから、逆に紹介してごめんねってことを謝られたってこと。で、その時に、うわ、そんな女だったのかと思いつつ、あの時の店員さんが教えてくれた、パパはおまぬけさんだから私が守ってあげるのという言葉は、その生前に自分の娘さんが口癖のように言っていた言葉だったんですって。なんかちょっとした家庭内でね、料理ミスったりとか、なんかやることやれなかったりとか、ミスった時とか、いつもパパはおまぬけさんだな、私が守ってあげなきゃってことを口癖のように、ちょっとおませさんがね、3、4歳の女の子だったらしいんですよ。だから、ひき逃げで亡くなった後もね、なんかその自分が生きてる中で、この結婚詐欺の女と結婚してしまいそうになったものも、おまぬけさんだから私が守ってあげるのっていう言葉でね、
救われたっていうところで、なんか涙をポロ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 流しながら謝罪に来られたっていうことなんですよね。で、この一件で縁っていうのができて、そこからその A さんでね、A さんが勤めてるお店で必ず車検であったりとか、なんかメンテナンスなんかするようなお得意様になったんですけど、それのもとにはこのような亡くなったけどずっと見守ってくれてるっていう娘さんの温かい気持ちがあるっていうお話をいただきました。ありがとうございます。なるほどね。やっぱこの夏になってくると、うんうん、心霊スポットとかにね、うん、まあ、皆さん行くこともあるかなと思うんですけど。いやいや、ないんですよ、普通は。10代、20代の人とかさ、ね、まあ、なんかこう行ったりすることへの。ダメなんですけどね。そう、だからその注意喚起にもなるようなちょっとお話なんですよ。はい、これ投稿者の方がですね、はい、まあ、A さんという方、女性から僕いただいたんですけど、うん、この A さんという女性が、自分が若かりし頃にですね、うん、10代の頃にお友達、女の子のお友達で M ちゃんっていう女の子がいらっしゃったと、うん、でこの M ちゃんっていう女の子が、まあ、霊感を持ってる子だったらしいんですよ、はい、でこの M ちゃんが16歳の頃に彼氏がいました、うん、でその彼氏っていうのが4つ上なんで、うん、20歳の、男性であったと。で16歳と20歳ですから、うん、まあデートするわけですよ、うん、ものすごく合うし、で彼氏が車を持ってるから、うん、まあ、ドライブ行こうぜみたいな感じでね、はい、よく毎日毎日遊びに行ってた、うん、でまあブーンって走ってるとね、うん、まあ、飽きてくるわけですよ、うん、そう、行くところも大体いろんなとこ行ったみたいな、はいはい、地元はね、うん、である日、夏のある日にその彼氏っていうのが、うん、あ、今日ちょっとあれだから、こんなこのあと心霊スポットさ行かねえかみたいな、いかにしろね、親の気持ち、親の気持ち、その彼女の親の気持ちで行くとね、言うわけです、はいはい、でその16歳の M ちゃんもね、はい、嫌だと、霊感あるから行きたくないけど、ただ彼氏とは一緒にいたいっていう、うん、この複雑な、行きたくない、いやでも好きだから一緒にいる時間は欲しいみたいので、じゃあ行こうよって押し切られて、うん、あ、分かったよって言って行くことになった、はい、でこの向かった場所というのがですね、地元でとても有名な心霊スポットと呼ばれる、まあ、とりあえずトンネルなんですね、うん、メインはトンネルです、うん、そのトンネルの真ん中で車を止めてクラクションを3回鳴らすと、うん、女の幽霊が出てきて祟られるっていうよくある噂があったりとか、だけどそれとともにもう一個有名だったのが、そのトンネルに行く途中の山道でですね、お地蔵さんがいっぱいある、100体近いお地蔵様っていうのが点在してると。でそのお地蔵様を心霊スポット巡りで行った時に、金色に光るお地蔵様がある時がある。でそれを見てしまうと呪われてしまうと言われていると。だからこの心霊スポットに行く若者たちは、そのトンネルに行くのと、もう一つその地蔵探しっていうのもちょっとメインどころの一つだったらしいんです、うん、でそれで M さんと、まあ、彼氏は N 君としましょう、うん、M さんと N 君でその日向かったと、うん、でお地蔵様がいっぱいある山道をこう走ってる時にね、彼氏がキーって止めて言うわけです、うん、おい、あれ見ろよって言って指さす方向を見るとお地蔵様があるんですけど、うん、その N 君は言うんです、すごい金色に本当に光ってる、黄色に光るお地蔵様本当にあるんだって指さすんですって。で M さんも、え、そんなのあるのって見たら、うん、お地蔵様はあるんですけど真っ赤なんですって、うん、赤いと、うん、まるで怒ってるかのようにもう真っ赤になったお地蔵様がそこにいらっしゃる、うん、だけど彼氏ってのはそれ指さして、うわすごい本当に金色なんだなって言ってると。なんかやばいね。そう、見えてる色が違ってると、うん、で、いやいや何言ってんの、あれ赤く光ってるじゃん、うん、何言ってるの、金だよ、赤だよ金だよ、間違えるはずのない色のパターンじゃない、うんうん、で、だけど2人の中で意見が一致しないと。で、彼氏もちょっとなんかそのやり取りでイライラしてきてしまって、うん、もういいよいいよ俺もうトンネル行くからって、うん、とりあえず見れたからすげえなって言って、まあうん、M さんも押し切られる形でトンネル行きました、うん、で、真ん中でクラクション3回鳴らす、うん、当然何も起きないわけですよ、うん、で、そこで、まあ、その彼氏ちゃん楽しみにしてたのか分かんないけど、うん、捨てゼリフみたいな最後入ったと、うん、トンネルのね外で、あんだ結局何も出ねえじゃねえか、怖くねえんだバーカ、うん、っていう悪態をついて、うん、まあ、車に乗って、まあ、最後帰る時になるわけですよ。なんかねもうその最後の車の時にもう彼氏がずっと無言なんだって、うん、何も喋んないらしいの。めっちゃ怒ってる感じが伝わってくると。だから M さん的にも、あ、でもちょっとなんか怖かったねみたいな感じで物事言っても全然もうシカトでも車を走らせる。で最後別れる時も車から降ろしてもらって、じゃあねって声かけたのに無言で、その彼氏 N 君っていうのは自分の家に向かって車を走らせていった、うん、
だからあなんか機嫌悪くしちゃったのかな、でも本当に怖かったなと思って M さんは自分のお家に帰って眠ります、うん、でその心霊スポットに行ってたのは深夜だったんで、うん、あ帰ってきた頃はもう明け方だったんですよ。で明け方で眠いからとりあえず眠るわけですよね、うん、で寝て起きたらお昼ぐらいだったらしいんです、うん、で今に行ったらお母さんがね、どうしよう、なんかおたおたしてる、うん、でお母さんどうしたの、お母さん何かあったのって言ったら、うん、いやさっきからねなんか電話がかかってくるのよ、うん、でしかもそれがワン切りですぐ切れちゃうからね、うん、なんか誰かの大事な電話なのかもしれないけど取ろうとしたらすぐ切れちゃうのよ、うんうん、うん、はかそんないたずら電話なんだねって言ってる時にプロルルって電話が鳴ったと、うんうん、あじゃあ私が出るねって言ってその時はワン切りで切れなくて出ることができたと、うん、で M さんとか電話に出てもしもしって言ったらその電話の受話器の奥から、うん、男性なのか女性なのかよくわかんない人の間延びしたような声で助けてって声が受話器から聞こえてきたんです、うん、え何これってなんて思わず切ってしまったの、うん、お母さん今なんか変な電話あったんだけどってどういうことって言っていや助けてとかね、なんか気持ち悪い電話ねとかなってもうその電話鳴ることはなかったんですけど、うん、その日の夜なんです、M さんのお家にまた一本の電話がありまして、それを M さんが出るとね相手は彼氏の友達なんです、うん、彼氏の男友達から電話がかかってきた、お前 N のこと聞いたかって、うん、聞いたかって何、私昨日車でデートしてたよ、いやそれからのことだよ、 N 死んだんだよ、うん、え死んだってどういうこと、じゃあとりあえずもう N の家に行こうって言って、うん、M さんその男友達と一緒にN 君のうちに向かったらお母様がいらっしゃいまして、そのお母さんがもうこう涙に暮れていると、うん、で M さんはそのお母さんにね、あの N さん亡くなったってことを伺ったんですけど、うん、なんで亡くなったんですかってことを聞いたら、うん、朝車で帰ってきてね、その後しばらくしたらその車に自分で一人でこもって、うん、ガスを引き込んで、うん、自分で命を絶った、うん、自分でってなって、そう、うん、そうなのよって、で遺書なのかよくわからないけどね手紙があった、うん、でいつも手紙があって、その手紙には M ちゃんへっていうな、なんかな、うん、宛先というかね、うん、まあ要は M ちゃんに向けての手紙っていうのが置いてあったんで、うん、でそれっていうのを M さん渡されて読んでみたらね、うん、あんなところに連れて行ってごめん、うん、M ちゃんは逃げて、俺は逃げることができないから一緒に行くことにした、あんなところに連れて行ってごめん、逃げれるかわからないけど M ちゃんは逃げてごめんねって言って、それだけの文面で手紙が締めくくられていた、でこの事件というかこの一件のことっていうのがすごく M さんの、まあ、精神にダメージを負ったわけですね。それそうでしょ、16歳でね、まだ若いね中で自分の大事な存在っていうのをよくわからない形でなくしてしまった上に、最後残された言葉っていうのが M ちゃんは逃げてって、全部意味がわかんないんですよ、うん、でこれで自分の家に引きこもってしまって、まあ、しばらくなんか寝れないし食べれないしという日々をずっと過ごしてたらしいんです、うん、でそれを見かねてね、この M さんのお父さんっていうのが、うん、自分の娘どうしてるんだろうと、おいお前大丈夫かってカラカラって開けてくれたと、うん、でそこでお父さんに涙ながらにこれこれあったことっていうの全部話したんだって、うん、そしたらお父さんっていうのがもうお前今のままだとまずいぞ、うん、自分で鏡見てるか最近って言われて、うん、えって言われてもう4日5日食べず飲まずだったから、その鏡を見た時にね、自分が本当にガリガリに痩せ細ってて目も落ちくぼんでてまるで幽霊のような感じ見えてしまったと、うん、あこれだったら私もまずいなってなって、お父さんがじゃあ分かった、お父さんがいろいろそういうことに詳しい人っていうのを何とかして探し当てるからと、でこの方の場所とは全く違うところでとりあえず一人の方っていうのが有名な霊能者の方っていうのが見つかったと、でこの方っていうのが R 先生と呼ばれる、女性の霊能者の方なんです。で九州で、お住まいになっていてですね、昔の学校というか学び屋みたいな建物を建てていらっしゃって、そこで全国から集まってくる低級霊こっくりさん、肝試しとかで取り憑かれたなんか悪霊みたいなものを払うお仕事をされている方がその R 先生という方なんです、うん、でこのお話自体も30年ぐらい前のお話なんですけど、当時でもう70歳ぐらいの女性の方だったと。でお父さんと一緒に M さんはその R 先生のもとに向かったと、うん、でその R 先生っていうのはもう
私のところで一緒に暮らせば大丈夫だからねって言ってこう抱きしめてくれたそうなんですね。でその途端に涙がポロ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 こぼれてきたと。そして自分がなんていうのかな、自分の身の回りに起こったこととか全てを話したと。でそしたらその R 先生っていうのが霊視をしてね、でその教えてくれたことというのが、そのトンネルの付近では、地蔵がいっぱいあると。その地蔵がたくさんあるところでは昔平家の落ち人たちがたくさん切られた場所であると。戦に負けた兵器がやられて恨みがこもってる場所である上に、その時代から少し経った後は追い剥ぎが横行した場所であると、うんうんうん、で山道で金品とかを取られて、命を絶たれたり、自分の未来を儚んでそこで自分で命を絶った方もたくさんいると。その鎮魂の意味も込めてあの地蔵っていうのは置いてあるんだと、うん、だけどその中でもまだ成仏ができずにね、なんとかして昔の自分の怨念みたいなのも晴らしてやろうって言って、こう様子を伺ってるものたくさんいるんだって。そういうものの念に多分彼氏は触れてしまったんだろうねってことを言われたと。で、まあ、納得はいかないけど、あ、そういうことだったんですねってなって、じゃあ私はどうしたらいいんですかとなった時に、その先生がおっしゃるには、1年間この先生のもとにもう留まって、仏の道を正しく学ぶことによって、仏道を学んで清らかな魂を取り戻すという方法があると。でもう一つが、まあ、1年間ずっといるのは難しければ、例えば週末にだけ通ってきて先生と一緒にそういう生活することによって魂を清らかなものにする。で M さんまだもう高校生なんで学校もあるから1年とどまることはできない。だから、住んでる場所からだいぶ九州離れてるんですけど、週末の1日ね、お父さんと一緒に毎週毎週通うことによって、まあ、少しずつそのなんか悪い触りみたいなのが離れていって、ある時に先生が、あ、もう今日来てくれてこれで大丈夫だからねって言われて、最後温かい言葉をいただいて、M さん自身の除霊が終わったと。でもすごくものすごい時間がかかるとともに、ね、そんな自分の大切な彼氏までもなくしてしまったと。だから夏に行くにあたって、こういう例えば心霊スポットとか自分たちがあんまりよくわからないところに行くと、何に襲われるかわかんないよっていうお話でございました。